うわ久しぶりや久しぶり、おおおお、はい、お久しぶりです。2ヶ月ぶりですね。まあ、無事復活することができました。まあいろいろまだ問題あるんですけど、とにかくまあコロナも一旦落ち着いて始めれそうということで、ちょっと今日は久しぶりに動画投稿したいと思います。まあ復活はね、この淀川で釣りしていこうと思います。まあ、言うてもね、もう淀川ってめっちゃ難しくて有名じゃないですか。ということで今日の企画は、どんだけ難しい川でも一箇所ぐらい天国は存在する説っていうのをねやっていこうと思います。もう天国探しの旅です。まあ新規開拓も含めちょいろいろやっていこうと思います。ということでね、早速釣り始めましょうか。行きましょう、レッツゴー。うわ、一発目からやぶこぎや。行きますか。一発目はアベンタクローラーで攻めたいと思います。反応あろうもんやけどな。うわ久しぶりやな。ダメだ。てか6月やからあれやね、 YouTube 初めて1年だったな。1年で3500人かチャンネル登録。ほんまね、僕3ヶ月ぐらいで1万いくと思ってたんですけどね。そんな甘くなかったね。てか計算が甘かったね。有名な YouTuber のつてがあったらやってたんですけどね、そんなつてもなく、もう地道に積み重ねていくしかなかったという。でもええよ、もうこれは結果としてね、これは良かった。自分がどういう動画を作るかとか、そういうのを真剣に考える期間にもなったし、結果もコラボはいらんってなりました。僕の中でコラボに、コラボをせえへんというか、コラボに頼らん。コラボっていうのはほんまにあくまでちょっとした運でしかないんで、結局は自分で一個一個積み重ねていくしかないんですよ。小バスも当たりがない。さすが江戸川や。7時ぐらいまで様子見よ。あと1時間ぐらい。なんかね、めちゃめちゃおる雰囲気だけはすごいよね。あ、食った。マジか。お、いやーダメだ。お、危ない危ない。しょは？え？これブレーキのやつ外れた。え？そんなことあるん？おっちゃん、ちょっとここやらしてもらっていい？ありがとうございます。いや、マジでな、シーズシャッターいける思う。あとは俺がちゃんとしたところに投げれるか。バームの性能ピカイチやわ。多分こんなに綺麗かったら手前にはおらん気がするんやな。もうちょっと奥、もうちょっと奥の深いところにいけると思います。僕は。やったやった。今見たよな、これ。うわ、今のやったわ。どこにおったんやろな、今。隠れてた。全然気づかなかったわ。ここが天国なのか。コバもギルも見切ったわ。恐ろしい恐ろしい。すごいね、君ら。君らすごいわ。はい、移動してきました。暑い。お、コバスの山。ここはどうだ。おー、するー。もうしっかりしてや、あんたら。ほんまに、もう終わった可能性が高い。釣った勝ちやから、これ釣った勝ちやから、これ釣ったら今日勝ちやから。来た。一回見てさよなら。舐めてる。カメラの時間とかもう撮れる時間ないて。やばい、やっぱ淀川のバス天才や。全部何しても食わん。
はい、今ね、残り GoPro の充電が 10% ということが判明いたしましたので、今日はこの辺で終了したいと思います。まあまあ動画の時間見たら分かる通り、デイツー行きます。憂鬱や。ということで、デイツー行きましょう。レッツゴー。天国ある説書いてたけども、天国はないよね、淀川には。天国っていうのはもう環境じゃなくて自分で天国にしていくテクニックってことよ。テクニックがあれば、どのポイントでも天国にはなる。と僕は思いました。昨日 YouTube でいっぱい動画見てて。でも今日は自分の実力で天国を生み出していくという、そういう2日目になります。来た。うわー、やっちった感が。ラインちょっと走ってたな、若干。でもなんかね、今日はルアーでも釣れる気するわ。なんか今コバス食ってないけど。来た。うおー、マジかー。ここにおったんかよ、お前。ちょっと待って、ちょい。ちょい、来たー、ありがとうございます。感動。ドライブスティックのノーシンカーパターン、これ。ドライブスティック右入れしてもたけど、なんならもう反対側にかける。多分どうせ動き変わらんし。うん、動き逆に良くなったわ。スキッピングで奥入れたろ。うまない俺。楽しい。なんか一気に楽しくなってきた。くった、でかい。うわ、マジか。くった。おお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 。はい。着水で食った。いやははは。なんやこれ、面白、マジで、すげえ。20ぐらい着水で食った。めちゃめちゃ面白いやん。ありがとうございます。お、え、マジやばい。え、おもろい。淀川おもろいやんけ。あかん、もう天国や。さあ、デイツーリベンジじゃ。あ、濁ってるね。一個一個丁寧に狙っていこう。やっと釣れる。なぜなら隣で一気にやってるやつが釣ってるからな。可愛くないな、食わへんなんて。チェイスもないもんな、なんなら。じゃあ移動してきた。やろう。しんどい。チャリで10キロでもう死ぬな、これ。あかんわ。ここでテトラ打ちしていこう。反応なし。あれバス？右側のやつ。あれのこっちは？あ、はい。バス。貸して。バス。分かった。こいつらさ、中見ようとする癖あるよな。うん、あ、なんか違うとか違う。あ、止まった。あ、分かった。機械つまみせな。大丈夫。いった。待ってや。え、ここフルムシ？このここフルムシ？いいんじゃん。いや。多分ここや。ここ。うわ。え？え、あいつ中入ろうとしてる。入った。そんなことある？
衝撃映像やん、まだただの。ただの衝撃映像やん。この中入りやがった、でかいやつ。すごいチャンスを逃した感じするな。うん、あ、こいつ、あいつまさか入り口探してたんかな。もう2時なんです。疲れました、僕、ほんまに。朝の3時に起きて、もう頑張って5時に着いて釣りして、そっからもう、8時間も経ってるじゃないですか。たったの2匹。まだ2匹しか釣れてない。1匹は釣らした後、あと1匹釣ったら俺はもう成仏できる。1匹もらんの？コバスも？コバスさえも？おりそうやのになぁ、ここ。もう疲れたわ、ほんまに。でかいのあった。いや、濃い。濃いやんけ、お前。ボトム打ってるよ。ボトムすんごい丁寧に打ってるよ、俺。これで無理やったら帰ろう。これで無理やったらもう魚も、折ってもらうようなもんやわ。引っかかってるし。引っかかってるし。ほ、ほ、ほ。OK、取れた。終わろ。はい、お疲れ様です。もう疲れたね、これ。もうめちゃめちゃ焼けた。もう赤いやん。もう焼けてるんちゃう？これ。もう燃えてるわ、ほんまに。今回ね、結局、40センチぐらいのがね、釣れそうになったのと、まあ、ちっちゃいコバス2匹という結果で終わりました。もう天国はね、存在しません。まあ、まだね、僕が淀川を天国にできるような実力がないということです、多分。ほんまにね、上手い人は釣るんでね、だから僕はもう釣れなかったのはもうただただの実力不足です。まあ、ということでね、一発目はこんな感じで終わってしまったんですけど、まあ、一発目とか終わりとか最初はいつもこんな感じですよね、僕。もうしゃあない。それはもうこれは俺やから。もうこっからね、ギア上げて、いろんなもうデカバス釣ったりとか、いい動画を作っていけたらなと思います。とりあえず一発目はこんな動画になりました。ということで、終わりたいと思います。バイバイ。